菊池作真珠婦人その第8回第2編「返すべき時計」第7章真鶴から湯河原までの軽弁の汽車の中でも駅から湯の宿までの田舎馬車の中でも新一郎の頭は混乱と興奮とでいっぱいになっていたその上衝突の時に受けた打撃が 現れてきたのだろう頭がズキズキと痛み始めた青年のうめき声や「とけつのせつな」や「青じらんでいった死に顔」などがともすれば幻覚となって耳や目を襲ってきた「静子に久しぶりに会えるといったような楽しい平和な期待は偶然な血生な臭い出来事のためにめちゃくちゃになってしまったのである」。 初々しい面影を描こうとするとそれがいつの間にか青年の死に顔になっている「静子静子」と口の中で呼んで愛妻に対する意識をはっきりさせようとするとその声がいつの間にか「瑠璃子瑠璃子」という悲痛な断末魔の声を思い浮かべさせたりした馬車が暗い田の中の道を 左へ曲がったと思うと目の前に山懐にほのめく湯の町の木かげが見え始めた新一郎は愛妻に会う前にどうかして乱れている自分の心持ちを整えようとしたなるべく穏やかな平静な顔になって自分のショックを妻に移すまいとした血生臭い青年の最後もできるならば話すまいとしたそれは 優しい妻の胸には鋭すぎる事実だった藤木川の左岸に沿うて走った馬車が新しい木橋を渡ると橋のたもとの湯の宿の玄関に止まった「奥様がお待ちかねでございます」と妻につけてある女中が宿の女中たちと一緒に玄関に出迎えたふと気がつくと玄関の突き当たりの 2階への階段の中段に降りて出迎えようかそれともそれがかなりはしたないことなのでおりまいかとためらっていたらしい静子が真一郎の顔を見るとえんぜんと笑ってはちきれそうなうれしさを抑えていそいそと駆け下りてくるのであった「いらっしゃいませどうしてこうそかったの?」。 うしさのうちに見せた遅くなってすまなかったね新一郎はいたわるように言い捨てて先に立って妻の部屋へ入ったその時に彼はふと青年から頼まれたノートをまだ夏街灯のポケットに入れているのに気がついた戦国真鶴まで歩いた時引き裂いて捨てよう捨てようと思いながら小遣いの手前 どうしても果たし得なかったのである。当惑のために、彼の表情はやや曇った。ご気分が悪そうね。どうかしたのですか？浴衣にお着替えなさいまし、それともお寒いようなら、どてらになさいますか？そう言いながら、静子は、海外宿新一郎の脱ぐ上着を受け取ったり、シャツを脱ぐのを手伝ったりした。そのうちに。 上着を遺構にかけようとした妻はふと「あれ?」とかなりけたたましい声を出した「どうしたんだ?」新一郎は驚いて聞いた「何でしょうこれは血じゃなくて?」静子は真っ青になりながら洋服の腕のボタンのところを点灯の間近に持っていったそれは紛れもなく血だった一寸四方ばかりべっとりと血がにじんでいたのである「そうか」 やっぱりついていてたのか。新一郎の声もややふるいを帯びていたどうかしたのですかどうかしたのですか気の弱い静子の声はかなり上ずっていた新一郎は妻の気を落ち着けようとかなり冷静に答えたいやどうもしないんだただ自動車が崖にぶつかってね乗り合わしていた大学生が負傷したのだ のははどこも怪我はなかかったのですか運が良かったのだね俺はかすり傷一つ負わなかったのだそしてその学生の方は重傷だね助からないかもしれないよまあ気かと言うんだね静子は夫が免れた危険を想像するだけでなり激しい感動に襲われたと見え目を見張ったまましばらくは物も言わなかった新一郎も なんだか不安になり始めた帰にあったのは大学生ばかりではないような気がした自分も妻も平和な気持ちをめちゃめちゃにされたことがかなり大きい災いであるように思ったがそればかりでなく時計やノートを受け継いだことによって青年の恐ろしい運命をも受け継いだような気がした彼は楽しく期待した通り静子に会いながら 優しい言葉一つさえかけてやることができなかった夫と妻とは真っ青になりながら黙々として相対していた新一郎はポケットに入れてある時計が何か魔の符でもあるように気味悪く感じられ始めた第第三編美しき地産者一章青年の王子は東京の各新聞によって かなり詳しく伝えられた青年が新一郎の想像した通り青木男爵の長子であったことがそれによって証明されたが不思議に同乗者の名前は各新聞とも漏らしていた新一郎は結局それを着やすいことに思った新一郎が静子を伴って帰郷したあくる日に青木家の葬儀は「 青山の祭場で取り行われることになっていた新一郎は自分が青年の最後を解放した当人であるということを名乗って出るような心持ちは少しもなかったが自分の手を枕にしながら息を引き取った青年が痛ましかった他人でないような気がした十年の友達であるような気がしたその人の面影を忍ぶとなんとなく懐かしい 涙ぐまししい気がした遺族の人々とは縁もゆかりもなかったが弔われている人とはかなり強い因縁がまとわっているように思った彼は心からその弔いの席に連なりたいと思ったがその上もう一つ是非とも連なるべき必要があった青年の葬儀である以上姉も妹も ルリコと呼ばれる女性も返すべき時計の真の持ち主ももしあれば青年の恋人もみんな連なっているのに違いない青年にゆかりのある人を物色すれば時計を返すべき持ち主も案外容易に見当がつくに違いないいや少なくとも瑠璃子という女だけは容易に見出しうるに違いない真一郎はそう考えた。 その日は、か然と晴れた初夏の一日だった。もう夏らしく、白い騒雲がむくむくと空の一角に湧いていた。水色の空には強い光がいっぱいに道はたって、生成の木が空にも地にも溢れていた。ただ、青山の草上に集まった人だけは、生き生きとした周囲の中に、湿っぽい静かな陰影を投げているのだった 青年の不幸な溶接が特に多くの回送車を引きつけているらしかった新一郎が帝国の三時前に行った時に早くも十幾台の自動車と百台に近い車が最上の前の広い道路に乗り捨ててあった控え席に待ち合わしている人々はもう五百人に近かったそれなのに自動車や車が いくいとなく後からら後から到着するのだった死んだ青年の父が貴族院のある団体の有力な幹部であるために政界の巨頭は大抵網羅しているらしかった貴族院議長の T 公爵の顔や軍令部長の S 大将の顔が真一郎にもすぐそれと分かった葉巻を予告愛にしながら場所柄をも考えないように交渉している巨漢は 審大臣の N 氏だったそれと相手になっているのは戦後の欧州を回ってきて以来風運を待っているらしく思われている G 男爵だったそのほか首相の顔も見えた内相もいた陸相もいた実業界の名士の顔も五六人は見覚えがあったが見渡したところ真一郎の知人は一人もいなかった。 彼は受付へ名刺を出すと控え上の一宮へ退いて席の始まるのを待っていた誰も彼に話しかけてくれる人はなかった接待をしている人たちも名士たちの前には頭を幾度も下げてその階層を感謝しながら真一郎にはただ儀礼的な一遊を報いただけだった誰からも顧みられなかったけれども 新一郎の心には自信があった千に近い回想者が集まろうとも青年の臨終に自したのは自分一人ではないか青年の最後を見届けているのは自分一人ではないか青年の信頼を受けているのは自分一人ではないかその死のとこに自して介抱してやったのは自分一人ではないかもし死者にして例あらば大臣や実業家や 名士たちの社交上の階層よりも自分の心からな階層をどんなに喜ぶかもしれないそう思うと真一郎は自分の階層が他の難人の階層よりも意義があるように思った彼はそうした感激にふけりながらじっと階層者の群れを眺めていた急に皆が静かになったかと思うとかつかつたる馬蹄の響きがして 霊柩を乗せた馬車が遺族たちに守られて斎場へ近づいてくるのだった第二章霊柩を乗せた馬車を先頭に一門の人々を乗せた馬車が七八台も続いた新一郎は群衆をすり抜けて馬車の止まった方へ近づいた菊池寛作真珠夫人その第八回第三編 美しき地産者第2章途中まで2021年5月21日